こは。こんにちは、ゲームエイトのケイタです。そして、こんにちは、ゲームエイトのアオです。言い慣れてないか。そう、2回目や。はい。まあ、今日は、今池戦ですね。前回のマルチーズ戦に次いで、今池戦という風になってます。プロフェッショナルマッチ。はい。じゃあ、そこでまた何を話していたのか、とか、まあ、その辺の反省点を踏まえて見ていこうと思います。はい。で、まず、先にちょっと見てほしいのがあって、この動画なんですけど。はい。練習の時に、もう貫通編成は、なんかメンバー的に相性が悪いっていう感じだったんで、相手に理想を渡すっていうのは覚悟の上で、反射でやってきたんですけど、ちょっとイレギュラーなことが起こったりとかで、まあ、理想ではできなかったんで、それが敗因かなと思います。こういう話したことが、まあ、今池とかみんな見てるわけですよ。で、実はこのリハーサルの時も、ちょっとだけこのカレン・ネイビスのせいで触らされた時に、アーボーが一言コメントで、カンカンしますって言って。だからまあ、その、パンドラを匂わせることは全く言ってなかった。で、その前回の、タイムアタックとカレン・ネイビスのステージでもパンドラを全く捉えへんかったんで、パンドラに興味ない素振りを僕ら見せたんですよ。だから、このステージ。相手は高校を選んできました。で、これ多分なんですけど、パンドラはもう使わんじゃねっていう。まあ、俺らが反射想定で来ると思ってたっていうので、うん、その、前日のホテルで、重心艇全員で集まってる時に、うん、あの、ピック相手何取ってくるかな、先行取られたら、確実取られたら何取ろっかっていう話をした時に、なんか、あれでも、普通俺が反射取るんやったら、メリオとゴン取られると相当きついよな。っていう話をして、だから全然相手が高校を取ってくる可能性もあるよなっていう話をしたら、確かっていう感じになって、その考えしかもう出てこなくなっちゃって、うん、本当にもうじゃあもうこっち絶対相手が捨ててきたら貫通パー取れるしっていうので、角口取ってパンドラパに切り替えるっていう話をもうすごいしてて、うん、この時結構顔にやつくのも抑えてたやつ。まあ想定通りっていう感じで、うん、実際逆でも多分こういうピックになってるんで、うん、今池さんが重視、今池さんが確実取ってきても、こっちメリオゴン取ってるだろうし。ベースさんも結構ニヤニヤしてるけど、どう来るかなって感じだった。はい、はい、お願いします。パンドラの神だ。パンドラってなってる。本当にでも保険で入れたのは間違いないです。絶対に使うっていうあれはなくて、もうほぼほぼ使うんだろうなっていう。できれば反射でやりたかったのは事実。ただやっぱり、まあ、こうなった以上はもう貫通パしかやることなくなったんで、きつい。メリオゴンがいない反射はちょっとだいぶきつい。今の自分たちのピックの相性とかもあると思うんですけど、だいぶきつくなっちゃうんで。でもこれ完全に分担されましたね。でおそらく今池さんもこれが最善のピックだったし、うちらも、まあ、これが最善のピック、うん、で一応なんかユグドラシルとかを最悪潰された時のために、うん、純の進化は一応入れてて、昨日言ってたハーレーと入れ替えたのが純なんですけど、うん、まあ見せることはなかった。まあね、はい。でまあ相手は前日のエイジオジャパンと戦った時と全く一緒のピックかな。これはいや、あっちはメリオを先取って、あメリオが確実じゃん。はいはいはい。まあそんな感じか。5分55からスタート。OK。さあ、始まりましたね。いや、もうみんな落ち着いてる。うん。一発目。初手が一番重要だからね。貫通パの初手はマジで大切。うん。ちょっとでもずれるともうあかんからね。というところでアクシデント。これマジで。初めて。練習時、マジでなかったから、これ。クイズ君一回もこんなミスなかったから、あったとしてもなんか上のおみきゅうで待つするとかやったけど、うん、その上にすら入れないっていうことはマジでなかったから、まあ、これはもう本番ならではのミスです。だからそのあの書って何やとか言ってる方いたんですけど、まあ、実際この場に立ったものしか多分分からないと思います。それはで正直貫通パって1手目をミスった時点で練習やめてた部分も正直あって、うんうん、もうこっから完全に自分たちのアドリフターンのアドリフ、その場その場の。でこれ2手で抜けたのがちょうどよかったって、ユグドラシルがそのさっき走った時右に行ってホミキューのトライバルスを捉えることができたんで、ちょうどよかったです。でここの一応ワンチャン狙ってるんですけど、ここのビズ君で僕がいつもと違うっていうのはもうすぐに分かったんで、タックスに今から
水のサポートに入るっていうことで僕がもう、もう顔がイキイキしてる俺のとこ入ってくんなよプレイ俺はプレイ集中できへんからプレイ画面見といてってお願いして俺はずっと水に話しかけるからっていうことをやって僕はもうタックスに言われた通りに上のここでおみきゅうできたの超でかいんだよこれかなりでかいでタックスも湯具はいいからもう下の処理2処理頼むって言ってでウィズ君にお前の見せ場こんなもんじゃないやろって本気出せやって言ってノータイムでこれ打つのマジでやばいやこれこめっちゃしかもすぐ打ってるしこのコースをすぐに思いつくのがやっぱりもうプロですね、うん、ここのショットでウィズ君はもういつも通りに戻れたかなっていう、うん、僕はちょっとハマってて何もできなかったんですけど、まあ、その時のアボも良かったでここもあの一回ダンって直行こうと思ってちょっと下げて当てるっていうので電撃伝っていくっていう本球倒したことによって内が切り開けてこれ超良かったねここのね最後の伸びその最後の伸びすごいここが270でこれまだもう取り返してるからねもうウィズ君はもう戻ってるから調子シュッてやったかいの指いつも通りっていう感じで、うん、でケイドラももう冷静に上にハマりに行って出るっていうのが分かってたんで、うん、ってはいはいはい1本もうこれはもう完全にいただきましたねミスをもう完全にリカバーできた。もう自分のミスを自分で返したもん、うん。すごかった。でもみんな力合わせて、まあ雑魚処理ができたんで、まあ本当に良かったな、これは。うん、かなり喜んでるみんな。はい。で、ここでウィズ君に俺話しかけるんですけど、ウィズ君はもう半泣き。もうね、メールがめっちゃうるうるしてる。めっちゃうるうるしてる。だからもう、慰めといて。もうこれででも、流れは。流れ来たね、今度は。来た。完全にもらった。じゃあ次、深入れ戦見ていきましょう。スタート。相手は先行選んで、僕らが前回、先日に、先行、じゃあ高校ピックの時にサイゾーとスタノを取ってたのを見てたと思うんで、相手はサイゾーを選んできました。はい。で、まあ僕らここでなんでこの2体取ったのかっていう質問が結構来てるんですよ。まあそれも、まあ昨日言ったフカヒレ戦とまあ話は似てるんですけど、まあ言うて、なんていうかな、ヘイムダルと、じゃあヘイムダルか、うん、完全にヘイムダルは僕らそんな重要視してなかったんですよヘイムとアレキか特に、うん、そうその2体別に重要視してなくてどっちかというとこの反射2体を重要視してたんでまあ言うたらヘイムダルの強い点ってステージ3のバイク処理とかが特に大きいんですけど、うん、トロトシュ2体目うんでまあその辺を全然倒せるパーティーを見つければそこまで重要じゃないってことに気づいてまあなんなら事故の可能性もあるしということで僕らは、まあ、貫通ホーミングもし入れるなら別にアリスでもいいやっていう考えになってましてで相手はここでサイゾーとアレキとまあ多分組み合わせ的にここで僕らにヘイムダルを出したらかなり結構火力高いなっていうことで多分ヘイムダル取ってきたと思いますでこう見た時に相手貫通が抑えやんとかいうコメントあったんですけど、まあ、これ全然想定内で僕らは僕らの、サイズのパーティーでこれをやってますもう多分当日とかずっとこの編成やったし、うんうん、練習も練習もそうやしそんなに急に相手のピックに合わせたっていう感じもなくて、うん、そうでここで一応ホーミングを取った本来相手がヘイムを他に取らなかったらアリスはヘイムだった、うんうん、けどもう取れないものだと思ってやってたんで、うん、アリスでずっと練習してましたそうそうそうアリスがヘイムに変わっても練習はほとんど変わらへんからで、まあ相手がヒエ持ってることも知ってたから別にこの反射2体は全然あのミスとかじゃなくて僕らが反射でかなり重要視してた2体だったんで欲しかったっていうので取りました、うん、潰すとかじゃなくてで、あとの貫通枠は別にそんなに誰でも正直誰でもいいもう誰でもいいやって思ってたんですよ爆発がいて、うん、まあ若干の弱音ワンパンライン超えてれば、うん、そう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 スピード速くてっていう感じで、うんだったんで、まあそんなにそのミスとかじゃなくてこう選びました僕ら。で僕らのピックの優先度としては圧倒的1番がサイゾー、うん、で反射の1位がスサノー、そうで次にベルゼブブっていうので、うん、後の貫通は何でもいい、うん、っていう感じですね。そうなんですよ。実はスタート。オッケーオッケー。よし、じゃあラストラストじゃないか。いやまあラスト。まあ始まります。で、まあ冷静にゆずくんはもう落ち着いてる、ね、落ち着いてるね。練習の時もうちょっと早く打ってたんですけど本番ではちょっともうちょっとゆっくり出しましたね。はい。で、ここでどういうショットだったっけ。チューニーに触れない
そう、チュリーに触れないように、ずらさないようにメテオとアリスで3手目結構意外とシビアで、うん、ここやったら 100% なんですけど、全然いける 100% なんですけど、ベルゼブブの方に寄っちゃうと結構また難しくなったりとか、うん、それがもう倒しちゃったらギリギリだね、これで、ここで、まあ、珍しいミスやったのかな、初めてやった、うん、練習ではほとんど、もうほぼほぼハマってたんですけど、まあ、若干スタノに目がくらんだのか、上目狙っちゃったって感じ、多分サイゾーでやってたから、うん、ダンクの、ダンクみたいな感じで多分狙ったんやと思う、はいはい、普通に当てるだけでよかったけど、で、僕の次のノータイムショット早い、うちがそう、でここでケイドラ見せてくるって名前呼ばれたから、ケイドラポーズするんですよ、ほら実はケイドラポーズしました。まあこれはもう僕練習でもやってたんですけど、本当に慣れですね。でこのパーティーだと友情全当てしないと倒せないってことも分かってて、うん、運が絡むんでメテオとかの、まあそうか、正直に相手はもう管理者で受けてるけど、まあ、僕らもだいぶ追いついてるんですよ、ね、でここのタックス、うん、このマジでかっこいい雑を当てて超かっこいい。これはね、もうおめでとうだ。はい、で、ここからここがやっぱりね、あのサイズがいい品から火力がね、若干やっぱりその昨日よりかは火力が負けてるんですけど、してるうちにちょっとまさかのえみたいな感じの、僕らその HP、相手の HP とか見てなかったから、そのボスの HP は見るけど相手の HP は見てなかったから、まあ、まさかの結末やったんですけど、まあ最善でいった僕安全策で攻めた僕たちが、まあ、まあ一戦も取ってたということで、まあ、を焦らして勝ったのかなっていうふうに思いました。そんな感じ、はい、まあそのケラさんたちにも本当におめでとうっていうふうに言ってもらって、まあ、あれやったんですけど、まあリベンジできてよかったのと、まあ体験してもらえて本当によかったと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ2回にわたってお届けしたことなんですけど、まあ今回僕らもピックマジで初心者やったんで、まあわからないこともたくさんあったんですけど、まあドリブ力も含みいろいろと経験できたんで、まあ次回こそ本当に完璧に仕上げて挑みたいと思ってます。そんな感じでございますね。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録とツイッター、僕らのツイッターあるんで、よかったらフォローしてください。お願いいたします。はい。最後に一言。今日は俺か。うん。まあ、今後プロとして、俺らも。アーボー風やね。じゃあ、バイバイ。バイバイ。OK。つかない。やめて。マジでこれはやめて。絶対使ったら。